青森市に人気漫画筋肉マンのキャラクターを再現したねぶたが登場しました。リアルな筋肉の表現が素晴らしいと話題になっています。はち切れんばかりの胸筋にムッキムキの腕、そして額に刻まれた肉の文字。そうです、これは主人公の筋肉マンとその兄の筋肉マンソルジャーです。高さは1m50cmほどです。コロナ禍で青森ねぶた祭りが中止になった去年、この展示の主催者は初めてねぶたのない夏を過ごしました。そしてそんな今だからこそと以前から夢に描いていた筋肉マンねぶたを実現したいと思い、青森市内に14人しかいないねぶた師の2人に制作を依頼しました。小さい時から見てた漫画ですので、まさかこうして自分が作る日なんかなんてね、思ってもいなかった。こう話す北村さんともう一人の制作者手塚さんは、偶然にも筋肉マンのファンでした。キャラクターやデザイン、顔の向きなどもすべて2人からの提案でした。2体で1つの作品になるよう意識しながら、それぞれが1体ずつを別々の場所で制作しました。筋肉の盛り上げ方とか背の高さとかすり合わせというか、私作ったものを手塚さんの作業場に持って行って一回合わせて、原作のイメージっていうのを崩さないように制作するっていうのが第一で、誰が見ても筋肉マン、誰が見てもソルジャーっていうのがまず第一なので、カラーリングですとか、まあ造形に関してはその漫画本だけじゃなくてフィギュアとかね、いろんなものを参考にして制作しましたね。台に上がって下から見たこの角度とかもやっぱりその場で作ってる時はやっぱり分からないんですよ、はい、床に置いて作ってるので、はいはい、イメージ通りにその配置できるかとかいろいろこう考えながらやってるので、すごくこうほっとしたというか、まあ、安堵の気持ちと達成感と 2D をやっぱり立体的にまあ表現してこうなったっていうところ、クオリティですとか、はい、まあ、筋肉の重機からあとはねぶたとして表現するとこういう風になるっていうのをやっぱり見てもらいたい。見た人からは筋肉の表現が素晴らしい、今年のねぶた祭りで運行はなどと反響がありました。今月14日まで青森市の会場で展示される予定です。